ヨさん、スタジアムに侵入しました。侵入したよ。やっぱりあそこでしたね、入り口は。なんとかね、チケット代払わずに帰れたけど。いや、払いました。見てよ、そらくん。なんすか。これがあれだよ、トミカの立体駐車場のモデルになった。ここそんな有名なとこなんですか。トミカのあの立体駐車場のあのあれでしょ、あのぐるぐる固まって、ぐるぐる、あの子供の頃一度はみんなが持ってた時期がある。これそこなんすか。そうだよ、これそこでしょ。選手もね、アップされてる。いや、サポーターでサポーターのアップってなんすか。ちなみに福島の野菜売ってました。いいですね。うん、地元だから、これこれをね、今からね食らってやろうと思いますよ。いや、言い方なんなんすか。え、ゆでピーまでこれ。しっかり食レポしてくださいね。はい、お、広がりますね。普通だ。何が広がるのよ。広がるんですか。夢が、夢が広がる。まるで、まるで、イングランドの両サイドのように広がります。わかんないですよ。サッカーに例えても。中に入ってこない。広がっても美味しいです。美味しいです。じゃあ買いましょう。美味しそうなやつ。はい。福島だから桃ですか。桃美味しいですよ。山の実みたいな、あのこぞって飲んで行かれます。あ、じゃあ桃にします。なんで夏ハゼ行け。夏ハゼ行かんかい。どうしよう、地元なんでね、福島やっぱ桃が懐かしくなって。一部を超えて美味しそう。これ飲んだら今日勝てますかね。いやー、お互い頑張りましょう。弱気なんです。勝ちましょう。じゃあこちらが、大野農園っていうんですか、はい、大野農園さんのジュース。はい、いただきます。あ、お金先。はい、はい、ありがとうございます。よかったです、戻ってきて。9時間またかかる。戻ってきますよ。大野農園さんの桃ですね。桃ジュース。いや、グビグビいきますね。あのですね、これ飲むと、はい、普段飲んでる桃のジュースが、はい、なんかいかに偽物かっていうのが分かる。あら、この本物を見ると、本物を飲むと。濃厚ですか。濃厚、なんかね、濃厚だし、はい、桃の味の漂い方が、はい、こう人工的じゃない。本当にあの桃をお母さんがね、はい、あの切ってくれた時あるでしょ、日本刀で、はい、あります、うん、日本刀ではないです。今ちょっとびっくりしました。今あ、そう、うちだけ。地元あるあるかなと思ったんですけど。あ、そう、もう銃刀法違反なんで、それは。あ、そう、はい、服部半蔵の末裔の話しなかった。違います。最高でした。はい、氷はどうしますか。敵にぶつけますか。いや、これあのリュックに入れて持ち帰ります。いや、それ大野農園さんのじゃないんで。その氷は大丈夫ですよ。はい、こうね、はい、1個だけ自分、俺が撮りたいなと思ってる動画があって、はい、福島ユナイテッドのサポーターの人にインタビューして話聞きたい。はい、はいはいはい。だけどこれ見てよ、いないの。そうですね、青と赤一色ですね、今の、うん、こう敵陣に潜り込んでるだけかもしれないから、はい、青と赤の人たちに片っ端から声かけてみて、はい、このスパイを。スパイと仲良くなる。もしかしたら、うん、もしかしたらスパイに、実はですねっていう可能性があるかもしれないから。戦国時代じゃないですか。先生堂々と戦いましょう。本当にいないよ。まあ、ここが今もしかしたらあのメインスタンドなんで、そのやっぱホームの FC 東京側のサポーターさんしかいないのかもしれないですね。あ、そっか。そう、ま、僕らのその応援席に回ればもしかしたら。あと福島ユナイテッドのユニフォームをね、赤黒だっての分かってるのはちゃんと把握してないから。そうですね、もしかしたらね、めっちゃおしゃれな、さっきのねタンクトップにシャツみたいな人が、もしかしたらあれが公式ユニフォーム。公式ユニフォーム、アウェーユニなんじゃないかって。アウェータンクトップなんアウェータンクトップにシャツなんじゃないかって。出れないですよ、試合。ちょっと見つけたら声かけてみましょう。そうですね、声かけてみましょう。どうも、レオタ今日はですね、福島ユナイテッドの試合を見に来たんですけれども、僕初観戦なんで、熱いサポーターの方をですね、お招きして、その方にですね、注目選手と、そのチームの見どころなんかを聞こうということで、今日は中島さんに来ていただきました。よろしくお願いします。わざわざありがとうございます、協力していただいて。すいません、こんないきなりね、気持ち悪かったと思いますけど。わざわざここまで連れ出されて。今日観戦自体は生で見られたの？福島が去年から J3 入ってて、それで西ヶ丘でやったんですね、はい、開幕戦まで2セットぐらいで、はい、それで自分西ヶ丘の近くに住んでて、そのエンマーって。じゃ あ, あの僕そんなにですね、選手はあのこうネットのハイライト動画で見たりとか、 あとブログでちょっといろんなファンの方のを読んでチェックしてきただけなんで、こう普段見てる方だから、はい、この選手注目だぞとか、この選手好きだぞっていうのを言ったら教えていただきたい。
多分今日ベンチだと思うんですけど、はい、キーパーの内藤さんが石ヶ丘の時に初めて会ったすごくなんかフレンドリーで、はい、それがすごく大好きになってあ、そういうのありますよね。はい、なんか今日もそうだったんですけど、なんかそんな感じの僕は好きになって、はい、中島さんのハートをキャッチングしたと、ね、あと背番号4番の選手戸川健太選手、はい、あ、戸川選手ですか。戸川選手見てました、ちょっと来る時の電車で、はい、もともと東京なんですセンターバックですか、そうですね、ベルディ、もと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 ベルディ、はい、もう中学校の時、小学校、中学校は多分板橋区だったんです。はい、板橋区そうですね、高島である自分の地元なんで、今日、でもスタメンでは基本あんま出ないそうですね。スタメン以外が好きですね、中島選手。はい、中島選手って言っちゃいましたけど8月には本当に福島の ホームで行きたいとは思って、あ、じゃあ僕もその時期に合わせて実家帰ろうと思います。あ、本当ですぜひその時もよろしくお願いします。はい、お願いします。わざわざありがとうございました。終わった後殴られたわいやいや、コメントチャンネル登録よろしくお願いします。下のもっと見るの楽曲のところからは僕のいろんな曲が聴けますんで、ぜひ。いや、ルーマあんないい人いないっ終わった後ぶん殴られたわ。あんないい人いないっすよ。おだってんじゃねえっつって、ちょっと帽子だけちょっといかつかったっすけどサポーター仲間、サポーター仲間で本当ね、信じてもらえないかもしれないですけど、はい、終わった後のトークすげえスムーズだったね、はい